はい、皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはもっと上手くなったら発表しますは正しい正しくないというテーマについてお伝えしてみたいと思います。いろんなこう新しいことをやった時にですね、ステージとか段階ってあると思うんですけれども、でその中で、よくね聞かれる言葉がもっと上手くなったらとか、もっと出来が良くなったら発表しますとか、外向きにね発信しますとかっていう方って結構多くいらっしゃるし、私のクライアントさんにもまあまあ いらっしゃるんですけれども、これっていうのが、正しいのか正しくないのかっていう、そういう話をですね、今日はちょっとお伝えしてみたいかなというふうに思ってます。正しい正しくないっていうのも個人の価値観の違いなので、自分で思う結論付けをしていただければいいんですけれども、今日はその成長の速度っていう観点から問題提起をねしてみたいというふうに思ってますので、そんな感じでちょっとお付き合いいただければいいかなと思ってます。はい、では本題に入りたいと思います。まずですね、もっと上手くなったら発表しますっていうところは、どのレベルを上手くなったらという言葉で表現するかっていうのって実際のところ微妙じゃないですか。結構例えば、何かそうですね、ダンスでもいいですよ。ダンスとか新しいことを始めたとするじゃないですか。で、発表もどのシーンを発表というふうに言うのか、例えばちょっと SNS でダンスやってますって言ってちょっと踊ってみるとか、そういうのを発表っていうのか、ちゃんと舞台を用意された舞台で発表を発表というのか、これも人によって価値観が違うと思うんですけども、何かしら自分だけでやってるんじゃなくて、こう見せるということを発表というふうにするのであれば、もっと上手くなってからっていうのはもちろんある意味正しいは正しいんですよね。ご本人が納得いく、恥をかきたくない、いやこんなの見せたくないよねっていう自分の状態を見せないっていうスタンスを持ってる方なら、それはそれで全然正しいんだと思うんですよ。だけれども往々にしてなんですけれども、その途中経過とか、特にもう初期の頃ですね、ひどいんじゃないとか、場合によっては笑われるような状態でも発表してしまうと、その後の成長速度がめちゃめちゃ速くなるっていう話なんですよね。その心理状態とメカニズムのことをねちょっとお伝えしようかなと思うんですけれども、これは私の実例なんですけれども、私今この動画を撮ってる時点でですね、サックスを始めて3年と3ヶ月なんです。で今私じゃあどういう状態になってるかっていうと、もともとサックスをね始めたきっかけっていうのは、出版記念パーティーで自分の本を出したパーティーで、単にセミナーをやるだけだと面白くないから、もうちょっとこう変わり種の余興的なイベントがあるといいよねって思いついたのが、音楽だったんですよ。でバンドを呼ぶとかっていうのは結局お金でどうにかなることじゃないですか。いや自分がその演奏をするとかっていうと、そのおもてなししてる感があるじゃないですか。単なるセミナーじゃなくて、それでチャレンジしてみようと思ったのが一番最初のきっかけなんですよ。ただしそのチャレンジしてみようって言っても本当に私ゼロなんです。音楽経験が49歳までっていう状態で、だから楽譜も当然読めないです。楽譜も読めないけど、下から追っていけば読めますよ。ドレミファーソーってやれば読めますけれども、それって読めるうちに入んないじゃないですか。っていうのと、当然リズムっていうのも、歌謡曲とかカラオケで歌ったことはありますけど、それは楽譜を見てやってるんじゃなくて、耳で聞いたものを覚えているからそのまま声にしてるっていう感じなんですよね。だからその結局音楽っていうのが私の人生の中で
楽器ってお金かかるじゃないですか、買ったりとか、あと習いに行くっていうのが、まあ、高尚なものっていう領域なんですよね。だから貧しくって貧乏だった私には、まあ、それを選択する余地も時間もなかったっていうところで音楽と触れ合わないで来てしまっていて、じゃあなんでその時にやりたかったのかって言ったら、単純にもちろん余興でチャレンジっていうのを見せるのもいいよねって思ったのと、だったら自分の中でやってみたいと思っていた楽器がいいと思って選んだのがサックスだったんですよ。何かでね、芸能人の武田真治さんだったかな、10年くらい前にですね、芸能人の人って多彩な人が多いんだけど、芸能人で俳優さんなのにサックスすんごい上手に吹いてたのをたまたまテレビで見た時に、もう男性でしたけれどもね、お、かっこいいなとか思って。何かその元々の本業がある上で違うことができるっていうのってかっこいいなっていうふうに思っていて、まあ、私はもともと興味の範疇で、デザインとかもやりますし、写真も撮りますし、まあ、今はサックスもやってとか、いろんなことをいろんなふうに並行でやっていくんですけれども、まあ、音楽だけは手を出さなかったのはそういう理由です。お金がない、時間がないみたいな状態で、他にもまだね、写真とかいろいろやりたいのもあったせいもあって。ただ、じゃあ向き合ってね、ゼロからやってみましょうみたいな感じでやってみたんですよ。そりゃ最初はね、ほんとひどくって、今でもね、ちゃんと動画は撮ってあります。その時の記録っていう形でね、何せ音をね、出して指と合わせて、で、組み立てもすごい時間がね、かかってたりとかしてましたから、初々しい感じですけどね、今、昔の 動画を見ると。で、その頃から私決めてたのが、その記録をですね、その下手なまんま、外にそのまま発信しようって決めてたんですよ。まあ、どういうことかっていうと、まあ、チャレンジをみんなに見てほしい。要は、上手くなるっていうのも、もちろん上手くなるように頑張るんですけれども、私だってできないことあるんですよ。まだまだいっぱい。それをゼロからやるっていうことの、もがいて、不細工で惨めで残念な姿もそのまま見てもらおうと思ったんです。これってある意味恥ずかしいじゃないですか。だけど、その目にさらされることで、批判とかひどいねって言ってくる人はいなかったですよ。頑張ってるよねっていう感じで、特に楽器とかね、できる方とかはね、温かい目で見守るみたいな。で、心の中でなんでそんな下手っぴなものね、公共の電波使って流してんのって、もしかして思った人いるかもしれないけど、まあ、書き込みはされてないので、まあいっかみたいな感じで やってたんですよ。で、それもずっと川で練習してる姿とか、まあ、いろんなところでライブとかをね、やって、3ヶ月ライブやってっていうのがまず一つの区切りだったんですけど、またそこから本気を出してやっていってっていう形で、練習は本当にね、ちゃんと真面目にやってました。ちゃんと上手くなりたいなと思ったし、だから緊急事態宣言でどこでも吹く場所がないっていう、カラオケも閉鎖ですみたいな状態だった時、あの時初めて月に4回しか吹けないとかっていう時ありましたけれども、その3ヶ月を除いてはほぼほぼ2日空けてないですね、3日空けてないですね。出張中とかでも、サックスのこのネックっていう首と呼ばれる部分もですね、持ち歩いて、ホテルでひそやかに吹いてみたりとか、音出せないから 感覚を忘れないようにっていうのは、特に最初の2年はすごく気をつけてやってましたね。ある程度定着してくると、1週間ぐらい離れても、まあ、大丈夫って噂は聞いてるんですけど、1週間でもやらないってことは多分今ない状態をやってるんですよ。で、当然そうやって鍛錬を積んでると、ライブとかをやるたびにもちろん上手くなっていくのを皆さんもちゃんと認めててくださっていて、まあ、つい先日もね、違うところで即興的にやったものとかも、環境は決して良くはなかったんですけれども、精一杯吹いて皆さんにね、すごい喜んでもらえてっていう状態にまでな
ったんですよ。で現状ではもうそれこそ全国出版記念セミナー&ツアーっていって全国5カ所をですね、バックバンドとか音響さんとか動画の人とか写真の人とか全部引き連れて東京、名古屋、大阪、あ違う違う違う、名古屋、大阪、横浜は動いていくっていうところまで自分でプロデュースしてやれるようになってるんですけど、これ3年なんですよね。で確かに私は音楽家ではないし、本業がコンサルタントだから、ツアーとかがね赤字すれすれになっても赤字になっても問題はないんですので、そんなことができてるっていうのはあるにしてもですけど、基本私のスタンスはもっと上手くなったら発表しますじゃなくて、今のできてない自分も含めてありのままに成長を見てもらうっていう選択を最初からやってるんですよね。そうするとどういうことになるかっていうと、皆さんに見せるっていうことはやっぱ恥とかもさらすことになるじゃないですか。でその目標に向かってライブの度に上手くなろう上手くなろうって言って、みんなにより喜んでもらおう、私の思いとか感動ってどうやったら伝わるだろうって、実際にそれをサックスの先生に聞いたりするわけですからね。私はこの曲をこういうイメージで吹きたいんだけど、そういう音になってくれない、なんでですかって言って、私の心の中にはこういうふうにこの音全体をまろやかにもっと吹きたいのに、私が吹くとビャーって大きくなっちゃって硬くなっちゃう、それなんでですかとか、そうするとそういうやり方を先生が教えてくれる。ですぐにできるものとできないものがあるんですよ。だけど忘れずにそれを鍛錬してずっと繰り返してると、ある時ポーンとできたりする。もちろん未だに全然追いついてないできない領域のものとかありますよ。こういうふうにしたいなっていうイメージが先に私の場合にはありますから、でそれに向かって日々鍛錬を積んでるっていうことなんですね。でだからそこでまた皆さんの反応とかお声を聞きながら調整と修正かけていくことができてるんですよ。だからつまりもっと上手くなったら発表しますより、今そのまんま発表しながら成長していく方が圧倒的に早いんです、スピードから言うと。でこれSNS 周りとか集客も全く同じことが言えて、もっと勉強して理解して分かるようになったら発表しますとか、文章もそうです、もっと上手くなったら、文章人に分かってもらえるようになったら発表します、動画もっと上手に喋れるようになったら発表しますの人はいいんですけど、めっちゃ時間かかるんですよ。これは今の自分が下手なりきに出しちゃう人の方がもう圧倒的に早いんですよ。だから集客とかビジネスの成功の速度が遅い人はもっと上手くなったら思考の人です。要は恥というリスクを取らないという決断をしている人、恥というリスクを取るから人目にさらされて上手くなっていくんですね。芸能人の女性のアイドルとかもそうなんですけど、デビューしたてってすごい芋っぽいみたいな感じのやぼったいなっていう人も、どん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 テレビに出てるうちにどん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 磨かれていくの、あれ人の目にさらされるからです。それに合ったようにどういう自分でいたらいいのか、まあ例えば体に対する美意識もそうだし、メイクとかまあそういうのもね、全体的にでオーラが出てくるんですよね、ちゃんと。それは人目にさらされてるからなんですよ。結局自分の内にあるものをそのまま持っているだけで、良くなったらっていうのは出さない限り基本良くならないですよ。ここ矛盾してるぐらい残念なことなんですけどね。だから恥はね一時だし、そのねあなたの挑戦を蔑んだりとか批判する人がいるかもしれない。でも一般人に対してだったら少ないですよ。芸能人は全部それを受け止めるからね。芸能人って大変な職業だなって思いますけれども、だから批判の目にさらされるのも受け止める覚悟がある人って何も言えなくなりますよ。だってその人が自分の人生においてやりたいように頑張ってるだけだから、それを否定したり非難する権利は誰にもないですよ。まあまず否定したり批判するんだったらその人以上のことをやってみてから言ってみろっていう感覚が私の中にはあるので、大抵その批判したり否定する人ってやってない人ばっかりです大体ね。
だからそこの意見を拾うがために自分がやるべきこと、やろうとしていることを自分の中で収めるっていうのはもったいないなというふうに感じているのが、私のね思っている自分の実体験からなんですよ。で、まあ、これには余談もあって、つい先日ですね、飲み会で、まあ、出会ったあるビジネスね、会合の飲み会で久しぶりに出会ったオーナー経営者さんにね言われたのが、私のサックス一番最初の頃、めちゃめちゃ下手な頃の頃も見てる人なんですけど、その人がね、正直言って、いやこのレベルでライブやるのかと、まあ、だって初めて3ヶ月ですもん、下手っぴなのは当たり前なんです、まあ、一生懸命やってるねっていうのは分かったけどねって言って、まあ、正直聞くの大変よねっていう状態だったと。でもこの間ね、まあライブのやつ動画でも見たけれども、すんごく上手くなってて、伸びし幅がすごいって言って、半年ごとの伸び幅がすごいって言って、まあ3年だから6回分くらい見てるんだと思うんですけど、いや本当に驚いたって言われたんです。で、私がその状態に慣れているのは、最初に恥というリスクを自分で取ってるからなんですよ。誰に何と言われようとも、やる、見せる、決めるみたいな感じで、まあある意味ね、耳の口外って言われてしまうとごめんなさいみたいな感じだけど、そう思わせないように心に響くように演奏するんだって決めてずっとやってきてます。だからどんどん音が変わってるっていう、そんな感じ。だからもっと上手くなったら発表しますっていう人は、まあ、私の持論で言うと、もうさっさと出しちゃってから磨いた方が早いですよっていうことです。これは趣味でもそうだし、集客とか実際にやっていく、講座とかビジネス、全部です。全く同じ思考だから、はい、をおすすめしたいなっていう自分のエピソードもね含めてお話をしてみました。はい、今日のまとめです。もっと上手くなったら発表しますは正しい？正しくない？こちらの答えは、速度を早めたいんなら、上手くなったら発表しますは正しくないです、はい、さっさと発表しちゃって上手くなっていく方が、おそらく成長の度合いということを重視する方にとっては正しい道なんじゃないのかなっていうふうに思ってますので、何か今こう自分の中で発表しないでくすぶって持ってるものがあるとしたら、ぜひ誰に何と言われようとも発表してください。少なくとも世界中で他の人がダメって言っても、私はあなたの味方でいるし、そのチャレンジを私は盛大に応援したいというふうに思っている人だからです。以上です。それでは。